ご存知の方も多いはずです。1985年、木内和弘氏の漫画を原作として一世風靡した伝説の突っ張り青春映画、ビーバップハイスクール。主役の広志&トールには、清水幸次郎さんと中村徹さん、マドンナ、京子に中山美穂さんを輩し、この世代で知らない人はいないはずです。でも、ふと思えば、広志役の清水幸次郎さんは、最近、お姿を拝見しませんね。懐かしさもあって調べていくうちに、とんでもないことがわかりました。清水幸次郎さん、実は、現在芸能活動ができないのだとか、その明かされた理由に驚きを隠せませんでした。いろいろご紹介していこうと思います。清水幸次郎さんはどんな人？もともと東京のご出身で、芸能界入りのきっかけは、高校在学中に竹の子族の一人として、原宿で踊っていてスカウトされ、1981年アイドル歌手竹浩二としてデビューしましたが、売れないまま一時芸能活動を休止、1984年に芸名を本名に変えて活動再開。シングル「ユリー・ジョエルは似合わない」で第13回東京音楽祭国内新人大会でグランプリを受賞、東京音楽祭世界大会出場作曲賞受賞、優先大賞新人賞受賞といきなりブレイク。翌年、ビーバップハイスクールの主役に。ビーバップで演じた役は、私立愛徳高等学校2年 C 組の加藤浩二というヤンキー。スケベでナンパでひょうきん者ですが、喧嘩の強さは、狂犬こと相棒の仲間徹と同等で、喧嘩の手段は選ばないというキャラでした。仲間徹との絶妙のコンビっぷりに、当時のハイティーンに熱狂的な支持を受け、絶妙のコンビでしたが、清水さんは中村徹さんとは、実際は不仲であることを暴露していました。なぜなら、清水さんはもともとヤンキーで、中村さんは根が真面目な大学生。まるで正反対で反りが合わなかったようです。当時、喧嘩最強の設定だった清水さんは、僕に勝ったら日本一だと、日本全国つつ裏裏で不良に狙われ、ボディーガード役の付き人10人がいた、と、劇中さながらの壮絶な経験をしたとか、それだけの経験をしたにもかかわらず、4億円くらい年商があったけど、僕は給料制だったので50万だけ、と、恩恵はなかったとも言います。挙句の果てに、シリーズ終了後は、日本中の PTA を敵に回した男、という、ありがたくない称号をもらい、役柄も V シネマのヤクザ役などに、限定されてしまったのです。代表作には、舞踏の帝王があり、当時は相川翔さんと並んで、V シネマの人気を二分するほどで、歌手活動もされていましたが、収入が下がったこともあって、六本木にサパークラブを開くも2年で閉店。生涯には向いてなかったんですね。その後、2014年に更年期障害を発症。突然座ってたらパターンって、いきなり倒れたりとか、手足がブルブル震えちゃって、と、血圧が倍以上に跳ね上がって、うつ症状なども出てしまったのだとか。しかし清水さんは、治療中にもかかわらず、お酒がやめられず、仕事のない日は朝10時から飲む日も、とにかく飲んでいないと落ち着かない、いわゆるアルコール依存症になっていました。そこへ持ってきて、大きな借金問題も発生していたと言われます。V シネマの制作費絡みのトラブルで、裁判にまでなる始末で、その発端は人気漫画のゾンビやレイコの、実写版映画3部作を制作する際の資金で、最初は知り合いの社長が、その3作分の制作資金として、3000万円を清水さんに渡したが、V シネマ制作会社の社長からは、まだ入金がないと言われ、清水さんに確認したところ、スタッフが使い込んだということで、
借用書を作った上で、また追加で2000万円を融資したのだが、2作目までは作ったものの、映画は惨憺たる結果で全く売れず、社長は3作目の資金はもう貸せないと言うと、違約金が必要だと言われたため、やむなく4000万円を追加融資することになったが、返済する様子がなく、一般債権時効前に2000万円の返還訴訟を起こしたのだが、清水さんは裁判に一度も現れることなく、敗訴が確定したんだとか。原告の請求がそのまま認められ、清水さんに2000万円支払い命令の判決が下され、その後、清水さんは失踪してしまったというではありませんか。未だに返済されないまま、時効が成立したそうなのです。合計9000万円の大金の大半を、借用書を作らずということなので、それ自体にも何か違和感も感じます。しかし、更年期障害やアルコール依存症など、抱えたまま姿を消した清水小次郎さん。その後は一体どうなったのでしょうか。ちらほらと噂は出ていたのですが、そんな清水さんが今年になって突如直撃。真相坂上で7ヶ月もの密着取材を受け、2010年から芸能活動を休止していた理由を告白していたというのです。清水小次郎さん、噂通りその後結婚されて、ご夫婦でスナックを経営して生計を立てているのが事実でした。しかし体はすでにボロボロで、芸能活動どころではなかったのです。今はもう体が動かないから、満足のいく動きが自分でできないし、芸能界は無理、足に力が入らないというか、体が言うことを聞いてくれない。こんな数ミリの段差でつまずく。今は走れない。と、番組で告白したのです。背筋も曲がり、足元もおぼつかず、妻の手を借りなければ立ち上がれない。そんな日もあるのだとか、これが、テレビ番組スポーツマンナンバーワン決定戦で、モンスターボックス15段を飛び越えた、男の変わり果てた姿だったのです。そんな体の異変に気がついたのが、まだ V シネマで活躍してた10年前でした。どうだったのかというと、ある晩、寝ている間に髪の毛がびしょ濡れになるほどの発汗があり、それから大量の汗をかくようになったとか、何事にも無気力になり、外出を避けるようにも、どうしても外出しなければならない時は、突然手が震え始め、冷や汗が出たのだとか、急に不安感に苛まれて、仕事に対しても生活に対しても将来どうなるんだろうと、酒を飲んで紛らわそうと思ってしまうと、酒は止められているのにずっと飲み続けていた清水さん本人も、一体自分の体に何が起こっているのか、この状況を打破したいと思っていた矢先、番組スタッフからの勧めで、とあるクリニックを受診することになったそう。そこで告げられた病名が、不安障害。それは、慢性的に激しい不安感に襲われ、発汗、息切れ、めまい、手足の震えなどの発作が起こり、日常に支障をきたしてしまう病だと言います。芸能人にも、非常に多い病気で、この活躍が続けられるのか、先行きはどうなるとか、将来の不安や、人からどう見られているか、他人の視線を意識するような不安に苛まれるのだと言います。さらには、清水小次郎さんの場合は、その不安から逃れるために、飲酒量が増えた結果、膵臓にも大きなダメージを受け、歩行困難や立ち上がれなくなるのだとか、実はこんなことも言っていて、素直に認めたくないけど、ショックはショックかな。何かにつけて、人よりも不安を感じるのかな。だから、虚勢を張って自分が強いと見せていたけど、人よりナーバスなのかな。でも、先生に言われた通り、アルコールを断って、薬をいただいて、ポジティブな感覚になっていくことが、今、一番の願いかな。
その言葉通り、清水さんは断酒して治療に専念したといいます。それから7ヶ月後、清水さんに変化が。今では妻の手助けも必要なくなり、軽いランニングもできるほどに回復。清水さんは、普通のことを普通にできることがすごく嬉しい。アクションの世界、役者の世界、歌の世界で活躍できれば、これが当面の目標。忍ぶだけど、また一緒に共演して、楽しく、元気よく仕事ができれば良いと思っている。そうなんです。番組 MC の坂上忍さんとは、映画「舞踏の帝王パート1」で共演していますし、坂上忍さん自身も今の清水さんの姿に望むことは同じだったと思います。いろいろ調べていくうちに、実は YouTube チャンネルで「てるチャンネル」というチャンネル名で清水さんを応援している人を発見。その人とは、ビーバップ主人公仲間徹の因縁のライバル、城東工業のテルこと藤本照夫を演じた白井光弘さんです。このシャバ像がボンタンあり、懐かしいですね。白井光弘の与太郎日記というブログもあり、清水さんとトークライブを開催したりして、清水小次郎兄貴の芸能復帰を応援し続けています。残念ながらコロナの影響で山中温泉でのビーバップトークライブは中止となりましたが、バックアップは続けておられます。芸能界だけでなく、まだまだビーバップの頃の清水小次郎さんの熱狂的なファンはたくさんいるということが分かりました。いろいろあった清水小次郎さん、これからはとにかく体を治してまた元気な姿を見せてほしいものです。いかがですか？あなたはどう思いますか？私は清水浩二郎さん、前ほど体が動かなくても、今までの人生経験を生かしてより一層渋さのある男らしい俳優として復活できるのではないかと、そう信じています。ですから頑張って体の治療を続けてください。それではまた次回お会いしましょう。